皆さんこんにちは。ライフテクノロジーズジャパンモレキュラープローブ&イメージングテクニカルセールススペシャリストの堀之内です。皆さんは顕微鏡を使ったイメージングの作業に対してどのような印象をお持ちでしょうか。おそらく操作が煩雑であったり時間がかかったりとあまりいい印象をお持ちではないのではないでしょうか。こちらの EBOS シリーズの顕微鏡はそのようなネガティブな印象を一新するような顕微鏡です。操作がシンプルで画像取得も早く、かつ画像の質はハイクオリティです。 EBOS シリーズの顕微鏡は簡単な名視野観察からハイスペックな蛍光観察まで、これら5機種によって素早いハイクオリティなイメージングを実現します。今日はこれら5機種の EBOS シリーズの顕微鏡のうち最もハイスペックな蛍光顕微鏡 EBOS FL オートをご紹介いたします。単純な蛍光観察はもちろんのこと、多点タイムラプスやスキャン機能を使用することができます。操作はすべてモニター上で行います。顕微鏡本体と操作パネルが独立しています。クリーンベンチで使用する際にもこのようにクリーンベンチの外に設置したモニターで行うことができるので無菌操作が容易です。観察、画像取得、重ね合わせはすべてこのモニターで行います。マウスのクリック操作でも可能ですし、直接モニターにタッチして操作することもできます。タッチパネルなので直感的に操作することができます。例えば視野を移動したいとき、タッチパネル上で指を動かせばそれに連動してステージが移動し視野が動きます。画像を拡大したいときはどうすればいいでしょう。そうです、パネルを指で広げれば画像が簡単に拡大されます。タッチパネル操作によって青、緑、赤色の蛍光画像をキャプチャーしました。この画像を重ね合わせたいときにはこちらのエディットタブをタッチしていただくと、ワンタッチで重ね合わせ画像を作成することができます。ここからは少し発展的な機能をご紹介しましょう。 EBOS FL Auto は最大8点までのタイムラプスイメージングが可能です。撮影時のオートフォーカスも行います。操作は非常に簡単です。こちらはタイムラプス設定画面です。撮影する時間、枚数、間隔などを設定します。フォーカスや光量を合わせてスタートをクリックすればタイムラプスイメージングの開始です。こちらが実際に撮影した画像です。ここではライブデッドセルイメージングキットを用いて正細胞を緑、死細胞を赤でラベルしています。時間が経つごとに細胞が死に始め、緑の蛍光が次第に赤蛍光に置き換わります。スキャン機能を使えば大きな組織の全体像を高倍率で撮影することや96ウェルの全ウェルを自動でスキャンします。このスキャンタブをクリックすれば簡単に撮影範囲を設定することができます。こちらが96ウェルプレートスキャンの設定画面です。ウェルを指定してスキャンすることもできますし、全部のウェルをスキャンすることもできます。ウェル内の撮影範囲も選択することができます。こちらがスライドガラスを使用したスキャン機能の設定画面です。範囲を指定して複数画像を撮影し、自動で貼り合わせを行いますので簡単に綺麗な広範囲の画像撮影が可能です。こちらはスキャン機能を使用して撮影したラットの脳切片の画像です。高倍率で撮影しているため画像が非常に綺麗です。貼り合わせの境目もほとんど気になりません。いかがでしたでしょうか。 EBOS FL Auto を用いた蛍光観察やスキャン、タイムラプスがいかに簡単で素早いかを実感いただけたのではないでしょうか。このような特徴を持った EBOS シリーズは全部で5機種あります。皆さんの用途に合わせて最適な機種を使っていただき、イメージングの作業にスピードを付け加えてください。 EBOS、それはイメージングのエボリューションです。